ロハス村 TV ショッピー。まだまだ暑いですね。暑いですね。まだもうすぐ10月というのに、まだ T シャツですよね。まだ全然 T シャツです、はい、まあ今日なんか白でなんか統一、はい、なんか打ち合わせしたわけじゃないんですけどね。いつもね、何か似てますよね。なんかね、共通してますね。共通してます。はい。今日はね、カメラマンさんがいないので、二人で自撮りでもう撮りながらやっていきますんで、はい、ちょっとね、ブレブレがあったら申し訳ございません。はい、頑張ってやります。頑張ります。はい。さて、今日のご紹介はですね、はい、こちらでございます。お、これは？はい。カタカムナ歌碑80。キククリ歌っていう CD が出たんですよ。CD ブックがね。カタカムナって聞いたことございます？カタカムナは聞いたことないです。ないです。ないです。初めて聞きました。ああ、そうですかね。うん、まあ、どんなものかというとね、うん、古代文字っていう文字があったんですね。うんうん、それが48文字ありましてね。うん、で、その文字をいろいろ書いたり、生活に取り入れることによってね、うん、宇宙と繋がったり、カタカムナ人っていうのがいたんですよ。へー。もうすごい文明を持ってましてね。うんうんうん、で、そういったカタカムナの文字を使うことによりまして、夢を、願望を叶えたり、それから、かなえちゃんの叶えたりってですね、金持ちになったりですね。お金持ちに。はい。もう自分の夢を、願望をですね、叶えるツールとして使われるんですよね、現代は。へー。はい。どんなものか知りたいでしょ？はい、教えてください。はい。まあ、カタカムナ文字ってこんなのがあるんですよ。すごい。このね、ちょうど、アネモネっていう雑誌の9月号に出てるんですけれども、はいはい、文字これですよ、ちょっと。これが文字ですか？これ、なんか記号がいっぱいあるでしょ？記号が、はい。はい。これね、じゃあ早速なんですけど、かなうっていう文字書いてもらっていいですかね？はい。ちょっと、はい、チャレンジしてみます。チャレンジしましょう。これ書くことによりましてね、うん、一応ね、なんかこう願望が達成できますからね。へえ。はい。なんかね、自分が時々ね、うん、もう叶うって書くときにカタカナ文字を書くとなんか変わってくるかもしれませんよ。本当ですね。ちょっと自己紹介、ちょっと名前書いてって言われたときは、はい、このカタカムナの文字をね。絶対友達が、え、何これって、まずそこから入りますよ。そうですね。面白いですね。面白いですよ。はい。すごい。はい、はい。いけました。いきますよ。じゃん。はい。見えますかね。かなう。面白いですね。はい。これ、かな、はいはい、このかが、漢字のかなうに若干似てますね。あ、マジそうですね。私の、願いがかなうの一文字なんですけど、はい。すごく似てます。おすごい。なんか丸いねとか、ペケとか、うん、なんか本当に、うんうん、ま、線と円の、こうね、うん、組み合わせっていうような。面白いですね。はい。これでかなう。じゃあ今度から使います。そうなんですよ。だからこういうような形でね、うんうん、一応やるだけで全然ね変わってきますんで、はい、ぜひね、こういうのをお友達にこう書いてあげてください。はい、やってみます。はい。まあ、そんなことでね、うん、この CD ブックなんですけれども、うんうん、その特徴をですね、ちょっと文章で書いてますので読んでいただいて結構ですか？はい。はい。カタカムナは魔法の言葉。カタカムナ歌碑を聞いて浴びると、本来人が持っている神細胞が開き、ほぐされ、カタカムナ人のような生活を現実社会で過ごすことができます。人の火は魂、根源を表し、とは統合、新時代に移行するという意味合いがあります。人は神と統合し、新しい世の中を建設する時代がいよいよやってきました。このカタカムナ歌碑、80キククリ歌は CM ソングの女王ミネ母とのハーモニー、ハモミコが歌い、環境音楽家の第一人者国母隆が音響をプロデュースした奇跡の音玉ということで、はい、まあ、カタカムナのね、言霊と、音玉というような、うんうん、そんな CD ブックになってるんですよ。へえ。ね、早速なんですけど、うん、どんなものかっていうのをね、ちょっと聞きたいと思いますね。お願いします。
はい、どんな歌、どんな歌か本当にね、いきますよ。はい、いい声でしょ。すごいいい声。こういうのをね、流すだけでね、本当に場が変わっちゃって、うん、すごくね、本当に癒されるし、うん、またなんかリラックス効果ももちろんあるんですけれども、今言ったようにこのカタカムナでこう80首を読んでるので、うんうん、願望実現とかね、いろんなことに使われるんですよ。なるほど。はい。でこの歌ってるのがミネハハっていうもんなんですね。うん、でミネハハさんっていうのが CM ソングの女王って書いてたでしょ。はい、書いてました。うん。例えばね、こんな歌があります。黒猫ヤマトの宅急便。言っちゃったよね。はい。思わず。思わず、口ずさむでしょ。思わず。はい。札幌一番。味噌ラーメン。ああ、そうそう。それとか知ってるでしょ。はい。はい。シャーディーは一冊の。それは知らないです。これは知らなかったか。それは聞いたことなかったです。これはね、シャーディーは一冊の百貨店っていうのがあるんですよ。へぇー。はい。こういうふうにね、知ってた歌、富士からだったら、お正月を移そう、富士からで移そうとかいうのもあるんですね。聞いたことあります、あります。はい。まあ、そんな形でね、CM ソングで割と知られてる歌っていうのを、が、ミネハハさんが歌ってるっていう。へぇー。なんか聞き、はい、覚えのある声、なんか聞きやすいというか懐かしいというか、ね、すごい入ってきやすい歌でしたね。うん、まあ、その、ね、ミネハさんがこのキククリ歌っていうのを今歌ってるんですよね。へー。はい。まあ、そんなことでね、この CD、ただの CD ではなくって、カタカムナの歌碑っていうのが入ってるというのが特徴なんですよ。へー。うん。最後にね、ちょっと読んでいただいていいですか。はい。うん、カタカムナの世界は、例えるなら、虹色とゴールドが混ざったキラキラの世界。愛と調和に満ちた世界です。争いや差別、区別、裁き、優劣などが一切ない世界。それを必要としない世界です。愛で溶けるカタカムナの世界をどうぞご堪能ください。はい。ということです。愛で溶けちゃいますよ。愛で溶けるすごいですね、カタカムナ。そうなんです。愛に満ち溢れてる歌になるんですよね。うん、だから今のように、カタカムナ80首っていう80 の、歌があるんですけれども、それをね、ずっとミネハハさんが、うん、まあ、このように歌にしてくれたというような。あとね、ブックがついてますんで、うん、まあ、その通訳というかね、紙訳って言うんですけども、おうおう、その本も出て、これに入ってますので、うんうん、はい。まあ、ぜひね、カタカムナ、今すごくブームになってます。はい。ちょっとかなおちゃん知らなかったですね。知らなかったで、乗り遅れ。乗り遅れますね。今乗りました。今乗ったですね。今波に。だからこれも持っていただいてですね、はい、こういう風に、カタカムナ文字をですね、生活の中に取り入れていただきまして、豊かな生活をですね、してみてください。はい、ぜひお買い求めください。はい、これ CD ブックね、いよいよ新発売になりましたんで、注文はどうしたらいいですかね。はい、注文は、概要欄に詳細を貼ってますので、はい、ぜひそちらからご確認ください。はい、それでは今日も、ますますね、暑さがもうね、だんだん収まってきて、いよいよ秋口になってきましたけれども、はい、秋はね、非常に食べる栗であったり、まあ、松茸とか、うんうん、ね、非常に美味しい季節になりましたので、ご堪能ください。はい。はい。それでは終わります。はい。それでは、さよなら。